はい、えー、それでは10月30日の3問に入る前に、えー、アドバイスをさせていただきます「努力は裏切らない」っていう言葉は不正確だ「正しい場所で正しい方向で十分な量なされた努力は裏切らない」これは林修先生の言葉です これまさしく私自身もその通りだと思います。卓研試験は毎日2時間1年間勉強し続ければ合格できるというものではありません。間違った場所で勉強してもダメですし間違った方向で勉強してもダメです。じゃあ正しい場所って何でしょうか集中して勉強できる場所ですねあの集中して勉強できていなければどれだけ勉強しても実力って上がらないんですね。 なので、集中して勉強できる場所。これが正しい場所になります。次に、正しい方向ってこれは何でしょうかこれは理解をするということですね。あの、間違った方向っていうのが、もう丸暗記なんですよ。丸暗記ってなってくると、もうどれだけやっぱり勉強したとしても、覚えて忘れて覚えて忘れての繰り返しになっちゃうんですね。やっぱり人って覚えられる量、いわゆる丸暗記で対応できる量って決まってますので、またそれをやっぱり超えちゃうとなかなか丸暗記だと頭に定着しないんですね。 だから、ちゃんと理解すべきところを理解をしておくってことをやっておけばその部分っていうのは頭に定着して、まあ、非常に忘れにくくなりますだから理解をしながら学習するという勉強方法がえ正しいということなんですねで、卓球のテキストと過去問集だけで勉強するだけではやっぱり理解ってこれできないんですよえもちろんですね、えー、市販のテキストと過去問集を何度もやれば過去問の点数とか予想模試の点数これは上がってきます しかし、本試験では問題文すら理解できず不合格といった方って意外と多いんですね。まあ、だからこそ正しい場所で正しい方向で勉強するわけです。やるべきことは以下のことです。集中して勉強できる場所はどこかを見つけるということですね。で、もう一つが理解をするために、卓見の教材にこだわらず、卓見以外の本とかサイトとか、そういったもので調べる習慣をつけましょう。 この、宅検の教材っていうのは、その、理解すべき内容は載ってない場合が非常に多いんですね。なので、理解をするために、宅検以外の本。例えば、えー、司法書士で使っている本だったりとか、行政書士さんが使うような本だったりとか。あと、サイトですよね。これ、弁護士さんのサイトとか、法律事務所のサイトだったりとか。法令上の制限だと、えー、国土交通省のサイトとか、都道府県のサイトとか、建設業者のサイトとか。 税金関係だったら税理士さんだったり国税庁のサイトを調べるといいと思います。まあ、この二つですね。これは点数を上げるために必ずやるべきことと言っていいでしょう。ぜひですね、行ってください。では本日の三問に入っていきます。A は第三者 C の脅迫により A 所有の土地を B に売却し B は善意の D に売却をし移転登記もなされた。その後脅迫を原因として AB 間の売買契約が取り消された場合 A は前位の D に所有権を主張でできる、か罰かという問題ですで。答えは丸です。丸ということは、A さん、脅迫を受けた A さんは、善意の D さんにも所有権を主張できるということですね。第三者 C から脅迫されて土地を売却した場合、脅迫された A は売買契約を取り消すことができます。これは、相手方 B が脅迫の事実を知っていても、知らなくても関係ありません。 そして、脅迫の取り消し。脅迫による取り消しっていうのは、善意の第三者 D にも対抗できます。今回はこの部分なんですね。この部分の出題です。これは善意の第三者 D より、脅迫されたもの A を保護しているっていうことを表すんですね。C さんが A さんを脅迫しました。 脅迫を受けた A さんはもう仕方なく B さんに売却しました。で、B さんが転売しました。で、D さんっていうのはその脅迫の事実を知りませんと。従って脅迫を受けた A は善意の第三者 D に対して取り消しを主張することができる、所有権を主張することができるということです。まあ、今回善意ですけども、善意無過失であったとしても A さんは所有権を主張することができます。で、脅迫の場合っていうのは、まあ、本人どうしようもないんですよね。 もし、あなたが怖い人に脅迫をされて身の危険を感じたら、おそらくその脅迫に従うと思うんですよ。だからもう脅迫の場合っていうのは、相手方や第三者よりも脅迫を受けた者を保護するというふなルールになってるんですね。したがって相手方や第三者っていうのがもう全員無過失であったとしても、この相手方や第三者を保護するのではなくて、脅迫を受けた者を保護するルールになっています。この点ですね、詐欺と違うんですよね。詐欺の場合っていうのは、 本人騙されたっていう落ち度もあるわけですよ。だから、相手方とか第三者が善意無過失だった場合、相手方や第三者を保護するルールになってるんですけども、脅迫の場合は、そうじゃなくて、脅迫を受けたものを保護するルールになってるんだというふうに頭に入れていただければと思います。で、問いに入る前にまだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンをクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。では、問題に入ります。 クーリングオフによる申し込みの撤回または契約の解除は売り主である宅地建物取引業者が契約の履行に着手した後においてはもはやすることはできない。まるか罰かという問題ですね。答えは罰ですで。クーリングオフと手付け解除って別物なんですね。で、今回の問題文の相手方が履行に着手した後は解除できないっていうのは 買い主の手付け放棄、もしくは売り主の手付け売買士による手付け解除の話なんですね。で、この手付け解除の話ではないんですよ、今回の問題は。クーリングオフによる解除ができるかどうかって話をしていて、手付け解除ができるかどうかは聞いてないんですよね。 もちろん今回の問題文で言うと、相手方、まあ売り主ですね。今回売り主が利口に着手した後なので、飼い主は手付け解除はできません。手付けを放棄して解除するってことはできないんですけども、クーリングオフによる解除っていうものは、一定要件満たしたら解除できるんですね。つまり、クーリングオフによる解除と手付け解除は別物なんですよ。従って、今回の問題文で言うと、たとえ手付け解除ができない場合であったとしても、クーリングオフによる解除はできますよっていうことです。 で問3ですねえ。区域区分が定められていないえ都市計画区域において社会教育法に規定する公民館のように供する施設である建築物の建築のように供する目的で行われる4000平米の開発行為を行う場合都市計画法によるえ開発許可を受ける必要があるまたは同法34条2の規定に基づき協議をする必要がある丸か×かという問題ですね。 で、答えは、え、罰です。公民館っていうのは許可不要の公益上必要な建築物に当たりますので、開発許可は不要です。なんで、今回の問題文、開発許可を受ける必要があるだったりとか、まあ、協議する必要がある。これは誤りなんですね。で、この協議する必要があるっていうのは、まあ、国等が行う場合なんですよね。国とかが開発行為を行う場合っていうのは、 協議をすることで開発許可を受けたことになるんですよ。それも含めて考えるために、まあこのような記述がされています。まあそんなにこんな点はね気にする必要はないと思います。で今回の問題で言うと、もう高敏感っていうのは開発許可不要なんだって覚えていたら、まあ簡単に解けちゃうんですけれども、まあ開発許可の問題って引っ掛け問題非常に多く出題されるんですね。なので、もう開発許可の問題っていうのは解き方これをちゃんとマスターするってことが引っ掛け問題対策としても重要になってきます。 でそうすれば開発許可の用費を問う問題、すべて得点できます。なので、個別指導では、その開発許可の解き方、まあ、考え方だったりえ、答えの導き方ですね。そちらをお伝えしております。で、その個別指導ですね、値上げまであと1日です。え分割払いの分割回数を増やして支払いやすい内容となっておりますので、個別指導ぜひご検討ください。え個別指導の詳細は、動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。 今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。明日もぜひ動画をご覧ください。レトスの小野でした。